はい、皆さんおはようございます昨日はちょっと残念なことがありました、えー、お父さんと二人で出かけなきゃいけない用事があったので何時間も一人でお留守番させるのはちょっとやっぱり気が引けるのでいつものペットホテルに数時間預けていきましたお昼ご飯も 夕ご飯も散歩のあとのおやつなんかもみんな用意して行って担当者に全部説明して預けてきたんですけれど帰ってきたらその食事もおやつも開けた痕跡がなくてずっとなんかほったらかしにされてたみたいで帰ってきてご飯をいっぱい食べました。 お腹すいたんだよね食べてる姿を見るとなんだかかわいそうになってきましたクレームの電話を入れようかと思ったんですが、まあ、今度預ける時があれば一言お願いしますと言おうかなと思っていますちょっとミニは昨日かわいそうなことをしてしまいました あと言って、家の中で5時間も6時間も7時間も放置するっていうのもやっぱり気が引けるのでうん仕方ないんですけれどちょっとかわいそうでしたねミニ君お家帰ってきてご飯いっぱい食べたんねお腹空いてたんね散歩も連れてってもらえなかったみたいだね おやつも食べれなかったしどうも受付に <coughs> 受付をしてくれた男の子はアルバイト生みたいでなんかこう犬に対するというか動物に対する愛情を感じなかったんですよねちょっと不安な感じはあったんですけれどなんか嫌だなって思いましたなるべく ミニを預けけないいようにしたいんですけれどやはりどうしても2人出ていかなきゃいけない時もあるのでまあ12時間だったら家でお留守番してもらえるんですけどお昼も挟んで夕方遅くまでとなるとそれはそれでまたかわいそうだと思うので、うん、いつもちゃんと見てくれるんですけれどねそこのペットホテル。 ちょっと残念でした残念なご報告でしたミニーミニはいみなさんにおはようございますミニーミニくんおはようございますおはようございますわ見えないのかそれでは失礼いたします